沼の雲の座禅草です。群生地座禅草は北海道や本州中部以北の山地や湿地に生育する多年草で、開花時期は1月下旬から3月上旬である。座禅草の花は花弁のないたくさんの花が集まり梱包状になる。このような花の集まりを肉水花序と呼ぶ。この花序は暗視褐色の大きな仏炎苞で包まれ、僧侶が座禅を組む姿に見えることが座禅草の名称の由来とされる。開花する際に肉水花序で強い悪臭を出して虫を誘うとともに発熱が起こる。座禅草周囲の氷雪が溶けるのはこのためであり、いち早く顔を出すことで開花時期に数の少ない昆虫を独占し受粉の確率を上げている。開花後に大型の葉を成長させる。繁殖、一つの肉水果樹は多数の花からなる。ここの花は両性で4枚の花皮片と4本のおしべ、1本のめしべからなり密集してつく。ここの花は、始盛期と短期間の両盛期を経て、有盛期の順で性表現を変える開花システムを持つ。始盛期と両盛期に発熱が顕著であり、有盛期に発熱は急速に低下する。座禅草は昆虫などによる、花粉の運搬を必要とするが、気温の低い時期に開花するため昆虫の活動は低調であり、種子の結集率は低い。平成7年1995年村天然記念物に指定。そのようなね、詳しい説明がございました。こちらの写真もちょっと写しましょうか。こんな感じになってます。3月上旬までということなんで、看板はね、そこの上にあるんですけど、ここからね、木道が始まります。これは綺麗に咲いたロウバイですね。なかなかいいですね。この木道はかなり長いのかな。こういった感じですね。ところどころに見えてますね。ほほほほ。いませんね。こういった感じに咲いていますね。じい、先行ってるよ。そこのところが、中の、肉水果樹ってあったかな。あれがよくわかりますかね。こういった感じなんですね。なるほど。駐車場のね、折り口はそちらです。全体が分かるようにね、一番、東側になるのかな。回ってみますよ。木道以外の場所でもね、そのような感じで、群生していますよ。分かりますかね。これは、鍵山の方から流れてきた、沢かな。そういった場所にもね、
もうかなりですね、日陰はですね、風が冷たいので寒く感じます。しかも、まあ、向こうはちょっと広いっていうか遠いというか、まあ、そんな感じになってますね。そうですね、これで全体的に、まあ、雰囲気は分かったと思いますけど、もう時期的には遅いのかなって気はしますけど、まあ、開花時期の話なんで、あそこにね、青い感じの、ここは寒い、こういった感じですよ。基本的に水はどうなんですかね、やっぱり好きなんでしょうかね。こういった木道を渡っています。ちょっとあれですね、風が強いので、まあ、虫を呼ぶね、まあ、そういった匂いは分かりませんね。ありますね、まあ、こういった感じね。なんか写真撮影にちょうどいいようなのありませんかね。寒い、これは寒い。こういった場所です。はい、これが沼の窪の座禅荘群生地です。先ほどのね、まあ、撮影スポットは向こう側です。まあ、そこのね、木道を渡ってきました。こういった、まあ、沢、もう少しね、まあ気候が暖かくなればね、とても涼しい場所になると思いますよ。あ、ありますね。でもね、このね、沢の周りはね、比較的少ないですね。前奏です。先ほどの撮影スポットはそちらです。まだね、木道はね、西へ西へと、まあ、つながってるんですよ。こういった感じ。そうだな、ちょっとそっちへ行っても同じかなって気がするんで、もう戻りましょうか。あ、こういったね、日の当たる場所ってあまり好まないのかもしれないね。すぐそこにね、まあ、今さっき走ってきた道がありますからね。第二駐車場はそちら方向。そうだね、もう一回同じルートを戻りましょうかね。こういった場所です。この場所はなかなかいい場所かもしれませんね。
まあ南からね、まあ、光が当たってますから。あー、これはベストポジションかもしれません。はい、まあ、こちらがね、沼の窪座禅僧群生地でした。あれ、肉水果樹だったっけ。もう忘れそうになってますね。はい、ご視聴ありがとうございました。